ベン・フランクリンは海洋調査に使用された潜水艇である。1969年7月14日、ジャック・ピカールは潜水艇ベン・フランクリンを使い、フロリダ州パームビーチ沖の海流に乗って4週間以上潜水し2 3 0 0トル離れたメイン州沖にまで到達した。出発したのはアポロ11号打ち上げの2日前であった。乗組員は6名で、 ジャック・ピカールがリーダーだった。スイス人、エルウィン・エーベルソルドは、フランク・リンゴーを作った時の主任助手であり、ピカール自身が、操縦士として指名した。フランク・リンゴーの製造に当たったメーカーのグラマンからは、ドン・カジミールが選ばれた。アメリカ海軍海洋地形局からは、フランク・バズビーが選ばれ、イギリス海軍からは、音響学の専門家、ケンハイが選ばれた。もう一人は、NASA、の科学者、 ジェット名であり、閉鎖空間生活のスペシャリストだった。これは、当時の NASA マーシャル宇宙飛行センターの所長、ベルナー・フォン・ブラウンが、閉鎖空間生活の調査の一環として乗り込ませた、ものであった。また、この計画は、サイエンスチャンネルの番組制作も、目的としていた。この潜水艇は現在、カナダ・バンクーバーのバンクーバー海洋博物館に、収められている。 ありがとうございます。